それではぜひたっぷりとお話をいただきたいと思っておりますので、皆さんもよろしくご協力をお願いします。覚えてみてください。それでは本日ユーロナイト2001相模から参加ためのお越しをお願いいたします。今日実は私がこうやって進行させていただきますのも、各登壇者の皆さんほとんどと実はこれまでにもいろいろとこうお付き合いいただいてました。例えば徳島さんとは、もう野次郎ね、坂田の頃からずっとやってさせていただきました。で、松浦さんとは、宇宙坂クラブというところでご一緒させていただいているので、ご教えていただいております。続いてお迎えする的川さんも、実は日本で初めて女性宇宙飛行士である向井千秋さんがスペースシャトルでコンドルに特別番組を放送した際に、私が進行して的川さんにゲストでお呼びいただいたということがございました。そんなご縁で今日はお付き合いいただいております。もう今更私がご紹介するまでもないかもしれませんが、宇宙航空研究開発機構 JAXA 名誉教授、そして技術参与でいらっしゃいます的川康則先生にお話をいただきます。今度は日本の宇宙開発ということでタイトルをペンシルからニューマルという具合にいただいております。この4月という4月12日という日はペンシルロケットの公開試射実験が行われたという日でもあります。日本のロケット開発にも大変に深い縁があるということで、本日も参加ためお迎えいたします。大きな拍手でお迎えください。的川康則さんです。どうもこんにちは。ユーリズナイトでどうして編集から見るまでなのかって昨日もゆっくり考えてたんですけどなかなか結論が出なくて、ただまあ今そうですね、日本がどうも新しい時代に入った感じが、3月11日以来してて、いろいろ思い悩むこともありますけれども、日本の宇宙開発がこれからどういう道を選ぶのかっていうことについて、3月11日という日のことは大変大きな意味を持つのかなというふうに思っています。で、それはきっと太平洋戦争が、演習が始まることに非常に関係があったということと、非常にそのつながりのあるような中身かなと思っているんですけども、演習から見るまでの歴史はひとまず到達点としてはやぶさというものを持ちましたので、それはですからはやぶさ以降の宇宙開発が持つ意味というふうに問い直すことができるのかなというふうに思います。で、50分で喋れという話なので、ね、はやぶさの話をするのに7年間本当はかかるんですよ。今長い1時間ぐらいで喋りますよね。これももっと長くて50年以上にわたるものですから、まあ走りながら喋る以外にありません。で、私としてはあまりここにいらっしゃっている方はおそらく事実関係は大変よくご存知の方が多いんじゃないのかなと思いまして、で、私自身が編集から見るの歴史の中で感じたことを一つ一つその締めくくりながらお話を簡単にして、それでもし興味があれば他の本でいろいろとお読みいただけるというふうに思っています。じゃあ最初に、背景にある写真は大体見覚えがあることが分かると思います。昔糸川秀夫先生がいたということをご存じない方は多分あまりいらっしゃらないかな。もう昔になりました。1912年に生まれたので来年生誕100年です。ちょうどで生誕100年を記念していろいろ企んでいる人もいますけれども、まあ一つの区切りかな。実は、ウェルナー・フォン・ブラウンという人も同じ年の生まれで、まあ、そのせいでお二人は大変仲が良かったということがありますね。まあ、日本にとってはフォン・ブラウン100年というよりも徳川秀夫100年の方が大事かなという感じですが、徳川秀夫少年は六本木で生まれました。で、4歳の時にアート・スミスという人の、飛行機初めて見て、お父さんにおんぶされ、肩車されながら見て大変感動したということがありましたね。三つ子の魂100までというのはこの場合四つ子の魂ですが、もうこの時に飛行
空気に取りつかれたということになります。それを刺激するような事件はリンドバーグの飛行の時もそう、単独で大西洋無着陸で大な飛行をやった時に中学生だったんですね、とか先生が。で、なんであんな大きなことを日本人がやれなかったかということを大変悔しがった。中学生でそんなことを考える人って難しいですね。アポロ計画、アポロの月面着陸をテレビで見て、中学生の人が、ちくしょう日本人ができなかったっていう思ったって人はあまり今まで出会ったことありませんから、糸田先生のそういう気持ちっていうのは、まあ、生涯そんなような人だったという気がしますけれども、リンドバーグの服のことは4歳の時に感じたそういう気持ちに多分拍車をかけたんでしょう。で、そういうふうに思った通りに大学に行って航空工学を勉強して、で卒業して中島飛行機に入って、まあ、これは早草ですが、あの糸川先生にとっては早草ってあんまり気に入った飛行機ではないんですけどむしろ97式とかね、その前ですけど正規とかそういうものを気に入ってたようですけども、まあ、ちょうど時期が良くて早草は有名になっちゃったというような話でした。まあ、同じ時期皆さんご存知のゼロ戦、冷戦っていうのがあって、私が大学にいた時に、ゼロ戦の堀越二郎さんと早草の糸川先生同じ時期にいらしたんですね。授業を受けるとなかなか面白かったんですけどね。お互いにいろいろ言いたいことがあるんですけど、ね、だからそれを聞きたくてみんなその2つの授業だけは非常に出席率が良かったサボりがちだった人も、まあそれはあまりいかなくなるかもやりません。糸川先生はともかくどういうか、どうですか、最大の特徴というのはやりたくなったことが決して我慢できないっていう、そういう特徴があります。これは人並みではないんですね。あのわがままな人っていっぱいいますけど、わがままの域を超えてるという、やりたくなったら絶対やる。で、チェロを、まあ、あのやってたんですけども、あまり上手ではないと思うけど、チェロを聞かされました。で、チェロを外国、特にヨーロッパに行くときにはチェロを必ず持っていく。あの最初は大きなチェロを持っていたんだけども、座席2つ取らなきゃいけないんでね、かなわんって言うので、普通の人だったらチェロやめますよね、持っていく。どうしてチェロ持っていくかっていうと、ライブにはピアノとかバイオリンとか弾ける研究者がいっぱいいますから、科学者とのこう話が非常にそれであのこうスムーズにいくわけですね。そういう、まあ、手段としてもチェロを生かしてた。もちろんチェロとか音楽大好きだったんですけど、ところがもういつもいつも二人分席取るのはお金の面でかなわんなって言って、普通の人ならやめると思うんですよ。でも持っていきたいって気持ちは変わらないので、結局こういう四角い組み立て式のチェロを作ったんですねそういうところがちょっと普通の人と違うっていうことなんですね。発想、逆転の発想っていう大変有名な本を書きましたけど、まさしく大逆転、なんか考えつかないようなことを考える。やってる発想はもう一気になったらまた復刻されるそうですが、おそらく今の時代に非常にあの読まれた方がいらっしゃるんですが、大変いい本だと思いますそれで63歳からバレエをやってこれは逆転も何も恥を知らないっていう弟子どもが非常にびっくりします。でも始めた時に我々全然知らなくて、噂で聞いて何考えてるんだっていうことでしたね。まあそれは体験に自信があってすられると背が高くてですから、それは前やってもしょうがないと思うけど、予想違うんでまあいろいろこれも背景がありますけど、どこかの本読んでいたかよく書いてありましたね。そういう発想もやっぱりやろうと思うと、もう誰が何言おうと思ってやるということなんですね。で、やがてそのバレエで、もう初めて1年ぐらいの時ですけども、公演があるので来なさいって招待券を弟子どもに持ってきて、でみんな行きたくない、あの足が離れたくないという人だったんですけども、招待券はそれぞれの人のうちに届いたんですか
誰で100に届いたかっていうのをみんなで議論したら、整理券の番号が右上に書いてあって誰が来なかったかがバレる。それでみんなしょうがないから、あの連れ立ってみんなで行けば怖くないって見に行きました。幸いロミオとジュリエットでロミオのお父さんの役だったので、足なんか上げなくて血統だけやればいいで、大変みんな助かりました。まあそんなような、結局何かやりたいと思ったら決して抑えられないっていう非常にあの大きなあの特徴だと思います。死ぬまでそうだったということですね。その好奇心っていうのが、あの皆さんの中にもそういう方いらっしゃると思うんですね。そういうことをプラスに使った場合は非常に良かったと思います。マイナスの場合もあったから困るんだけど、あの全体として人生全体を眺めれば日本にとっても大変大きなプラスになったというふうに思います。それが世界で初めてのことならもっと早く書くわけで、それはそれは素晴らしい冒険心も備えていたという。でペンシルロケットというのは有名な、これも来歴をいろいろありますけれども、東大の六本木にあった生産技術研究所、そこからアメリカに渡って、アメリカがまだこれアメリカに行ったのは1953年ですから、アメリカもまだそんなにロケットが素晴らしいわけではないけれども、すでにいろいろなこう野心はアメリカは持ってて、で伊藤先生がシカゴ大学に行ってたんですけども、シカゴ大学の図書館で手に取った、たまたま手に取った中にスペースメディシンという、宇宙医学という、なんで宇宙で医学かっていうのは、あの人も考えたら考えたんですよね。人も行ってないのに、まだ53年ですから、宇宙医学とは何だか、あ、これは人を運ぼうとしてるなと寛容く気づいて、これは大変だと、今早く追いかけなければ日本を追いつけなければなと。もともとはもうジェット機が非常にもう欧米では、特にあのイギリス、フランスあたりでは就航、あるいは就航寸前になってましたので、ジェット機で追いかけるのかなと。それにしてもジェット機今からやっても日本に使えるのかいだろうなって悩んでる最中で、よし、それはロケットをやろうということで日本に帰ってロケットを立ち上げました。でこれは伊藤先生が喋ったことを毎日新聞の記者の方が1955年の1月3日 の、 あのエッセイですかね、ロケットを書いてあった、20分で太平洋を作ると、ロケット飛行機を作ろうということですね。で、まあ、これいろいろ書いてあるんですが、実際には20分で横断しようとすると人間が潰れてしまうので2時間か3時間もかかるだろうみたいなことも言ってますけど、これは後々あの文部科学省でロケットの予算をつけてくれる、少しですけどもつけてくれる根拠になったんです。これなんかもあの東大政権で初めて試作したロケット1号って書いてあるんですけど、これなんかはあの伊藤先生が秋葉先生っていう、まあ、弟子を呼んで、大学院生だった秋葉先生を呼んで、ちょっと空洞の模型を作ってくれっていうので、秋葉先生が空洞の模型ですから予算どれぐらいですかって言ったら、ゼロとか言ってゼロだと紙で作りがないんですよね。で紙で作って、それで持っていったら、おお、よくできたねって、政権生産技術研究所の庭にそれで持ってきなさい、カメラして読みなさい、読んで撮った写真が紙には見えないでしょ。それで秋葉先生はこれを数日後に新聞で見てるので仰天したという。そういうか宣伝力っていうのが当時から非常にあったセンスですね。これ1955年にもセンスがあったんですよね。やりたいと思ったら絶対やり遂げたいと思うけども、それをやるためにはどういう手順でやればいいかっていうことが、なんか即座に浮かぶ人なんですよね。それがまあ非常に臨機応変に出てくるっていうのは驚きの人でした。で、ご存知の国分寺へ、あの、まあ、これはピストルの銃器 の、 あの試射場の跡があって、それを、まあ、ある人が聞きつけて調査に行って、ここまでできそうだなと言って、まあ、こんなようなところなんですけど、それで選手6個でやろうと。
ということで4月12日につながっていくわけです。今早稲田、実業ですか、早稲田実業のキャンパスになってまして、ちょうど運動場の真下ですね、今の。だから高校生が野球、創実の野球強いですね、大監督のいたところです。へいへいへい、結局やってます。だから、一度私、創実に行って、あれを、練習の現場を掘り出して、それで、なんかこう、記念碑とか、まあ、そういうのっていろいろ相談しようと思って行ったんですけど、野球部がやってたって、全然記録失って帰ってきました。創実の野球部を押しのけることはとてもできそうなんです。でも、まあ、いつか、創実がまたどっかに引っ越すことがあれば、そういうチャンスを、生きてるうちにすることがあれば狙いたいという気がしますけども、そこでこういう仕掛けを作って、まあ、いろんな人のアイデアで、一般先生のアイデア、すべてがそうではありませんけども、吸い取り紙をこうやって、ここのそのスクリーンを正確にきちっと距離を測って、でこれをこう白グラフにつないで、それから高速のカメラもこうやって、要するに上に行くためにはレーダーが必要だけど、レーダーがあまりちゃんとしたものがないから、水平に打ってもロケットの取り方を調べるはずだと、これも飛ばしたくてしょうがないから言い張って、それでみんながしょうがないからゴスラドンやる気らしいっていうんで、工夫して作ったと、ね、世界初の水平飛行によるロケットの取り方を調べた実験という、そんなようなことで4月12日にやってました。まあ、しばらく前に試写と言ってますけども、で非常にこれはうまくいきました。29期、1955年の4月に打ち上げて、ことごとくいいデータが取られてます。で後に約50年後に野口聡一飛行士が、ペンシルを持ってってくれました。宇宙、これはスペシャルですね、スペシャルで持ってって、最初に持ってった時、最初に持ってた時が行って初めて上から記者会見やってる、彼はなかなかしゃれたことをやるんですね。こう喋ってる時に後ろをペンシル飛んでるんですよ。この飛行士を確か使って やらせたんですよね。で、みんなが野口飛行士を見てるわけです。私はペンシル飛んでったかなけど、それから2度目の時にこういうふうに自分でパフォーマンスをやってくれましたけども、大変しゃれた演出をして、で糸田先生が50年前に考えた転職がやっと夢がかかって宇宙へ行ったということをいろいろと喋ってみました。伊藤先生が喜ぶんだかどうかはちょっと分かりませんけど、で要するにやりたいっていうことがあった時に、いやレーダーがないから上には飛ばせませんって言うわけですけど、他の人は、伊藤先生はそうじゃなくて、まずやりたいってことが先に来るわけですね。それでレーダーがないのがなければ、もっと工夫すればいいじゃないかと。だから金がないって言ったら、金がなければ頭を使えと。だから今やっぱり金がないと、やっぱり文句を言うケースが日本の場合非常に多いですけども、貧乏でもなんとかなるという、そういう、まあ、絶対的に頭に自信を持っている人なので、工夫してできるところまでやろうというような工夫が編集に結びついたというふうに思います。まあ、その3つ、糸川氏が持っていた特徴をやると、今我々が宇宙教育と称してやっていることに非常に大きな要素になってくると思うんですけども、子供はそれぞれこういうものを持ってて、心の中に持ってて、我々が教えなくても十分に持ってますので、その心を引き出すだけでものすごい大きな力が出てくると思うんですけども、なかなか世間の科学教室とかそういうのを見てると一生懸命教えますよね。冒険心を持たなきゃダメだ、持たなきゃダメって言うんですけど、こんなものは黙ってて持ってるわけで、上手にどう中から引き出してくるか、燃料はすっかり子供が心の中に持ってるので、私たちがそれをどう家庭に高めていくかっていうふうな自然な引き出し方っていうのが、なかなかむしろ大人の方にできないので、これからそういうような方向で我々が子供を育っていかないと大変な時代になるなという感じがします。幕末から明治にかけてのああいう人たちっていうのはどうやってそういうことができたんでしょうかね。吉田松陰なんて人が多分
カンカンに言ってるんでしょうけど、でも、寄席将棋のお弟子さんとのこう書簡なんかを読むと、決してなんか押し付けたりはしてないんですね。非常に元気つけて、その人の特徴というのを非常にしっかり掴んで、その人むしろ持ってるいいものもどん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 こう励ましていくような様子がよく見えますけれども、やっぱり同じような時代が非常に厳しい時代に入った時には、必ずいい人が出てくると楽観的に期待してますけども、糸川秀夫っていう人が、そういう意味では、いろいろ弟子にとっては困ったことも起きたけど、大変やっぱり素晴らしい人だと、あの時代にあの人がいなければ大変だったなっていう感じはします。あれ以来、あれほどのスケールで日本と宇宙とか、世界と日本の宇宙とか、そういうものを結びつけた人は、おそらくあの日出てきてないんですね。頭のいい人は崩れてきましたけど、おそらくその何かをやらせれば、糸川先生がはるかに上っていう人はいっぱいいたでしょうけども、考えていることのスケールがまるっきり違っているという感じはします。で、弁州の後、千葉、あるいは秋田の道川というところでロケットの打ち上げがありましたね。で、千葉はまあ基礎実験だったんですけども、今、千葉大学の工学部がある場所で、私も大学の頃何度か足を運びましたけど、そこに船舶の水槽があって、それをまた同じような実験装置に変えて、二段式弁州とか、それからちょっと長いペンシル、ペンシル3本、これは標準型のペンシルですね、3つのペンシル、尾翼のないペンシルをやってました。そのような実験をやって、それで同じような装置で、いろんな基礎実験をやった後、秋田県の内川というところに行ったわけです。当時は太平洋側が全部 GHQ に支配されて、日本海側しか使えなくて、日本海側でも自由になるのは佐渡島と小川半島だけという時代だったので、その2つに行ったんですけども、どうもいいところがなくて、小川半島の近くをうろうろしているうちに、道川の海岸に突き当たって、ここしかないと。今、海岸線からここまで、この広さですね、非常に狭いんですよね。でも、その当時は大変広かったということではないし、そこでロケットがどんどん大きくなっていきました。佐渡島に行ったときは、なんか海がしけたらしくて、高木昇先生っていう人と糸川先生2人で行って、船でぐじゃぐじゃになっちゃってですね、糸川先生は、船に弱いんですよね。もう人々になって佐渡島に着いて、着いた途端にここに入れましょうって言ったんです高木昇先生が面白そうに歌ったりしてました。糸川は船に弱いんだよねとか言ってだから、後に内之浦に行ったわけですけど、内之浦に行った時も種子島を行ってるんですね。長さん、種子島に行かない理由っていうのは交通が不便だとか、いろいろ先生が文章書いてますけど、多分不便なぐらいだったそれは私の勘繰りです。で、これはペンションの時も似たような説明をやったんですけど、小さなロケットを打つのに大げさな日本最初のコントロールセンターと称してということをやって、そういう方がいっぱい来たというですね。で、ゴルフのギャラリーのように見物者がいっぱい来ています。砂の傾斜でした。砂の傾きでした。そういうタイトルの小説もできてますので、この時の実験とか、先生が最初にこの弁州300を打ち上げた時に、砂の傾斜って言った気がします。結構面白い小説ですね。アマゾンで探されるのが出てきて、これが弁州300の最初の実験です。歴史的な実験です。それからベビーというロケットが生まれて、その打ち上げをやって、それで、カッパの途中まで道川で打ち上げたんですけども、その時の話もいっぱいありますが、今はすでになく、この、記念碑が一つ、道川の海岸には残っているです。行くと、私は道川知らないんですよね。松尾先生という宇宙開発委員長をやってた方が、弁州じゃない、カッパっていう打ち上げの大学院に入って最初に行ったのが道川って言ってました。それがしかも最後の実験だったんですね。道川松尾先生が行った時はで、カッパ8型15機の大爆発を起こして、松尾先生は確かロケットの打ち上げを見たのも初めてなんで、バーッと爆発した時に
通奏にいた京先生に、カットの正義は綺麗ですね。で、秋村先生、バカこれ事故だとか言って。それは、あの、松尾先生の魔界流っていうのがずっと言い続けられました。大学を出た若い子の時は、どんなに役に立たないかっていう、日本みたいなもんだって、何度聞いたか分かりませんか。そういう人が宇宙開発印象なんだからなって言ってたんですよね。それを糸川先生って人はそういう時に市川の海岸に立ってずっと朝鮮半島の方を見ながら、これはもうダメだなと、もうどんどんカッパが大きくなっていって朝鮮半島に文字に届くなと、まあ、いろんな事情がありましたけど、もうこれは太平洋に行くべきだ、一つのことをやったらすぐ二つか三つもこのことを考えてるっていう、その神経がですね、普通一つの実験やろうと思うとそれを成功するために非常に頑張りますけど、まあ頑張ってたわけじゃないんだろうけど、頑張らなかったわけじゃないんだろうけど、もういつもいつも先のことを考えるっていう、まあ、心配性ってわけじゃないんですね。心配性っていうわけじゃなくて、非常にやっぱりあらゆることについて先を見つめるっていう心が見えます。で、途中からあの太平洋横断っていうのは、これは多分太平洋横断をやろうって言った時にはリンドバーグのことが多分かすめたでしょうね、心で聞いたことはありませんけど、まあでもお金がなかなかつかない、2時間か3時間で太平洋横断しようって今言えば気違いだって言われませんけど、当時は予算は全くつかないので、国際地球探索年という国連の指示を受けましたプログラムに参入して、それでこの IGY というこのプログラムを支援する形でロケットをどんどん大きくしていきました。カッパー6型というので IGY に滑り込みで1958年参加をして、それでこれはその時のカッパー6型が初めて打ち上がったんですね。雪空にカッパー一線寒さから出ようって書いてありますが、打ち上げるたびにこういう俳句とか短歌をなかなかいい俳あの歌ですよね。もういろんなところでいくつか作ってます。あの、まあ、この後カッパ8型になって、さっきの松尾先生が目撃された大事故が起きますで、この時にはもうすでに一ノ浦にもロケット発射場を作ろうっていうなってて、で道川ではこういう今まで観測したやつをこういうものを打ち上げて、うちの裏でどんどん大きくしていって、やがて人工衛星というそういう目標になったんですけども、こういう事故が起きたために秋田県から出て行ってくれたという結局うちの裏一本絞る形になった。種子島ができたのはそれよりもうちょっと後ですね。で、まあ二段式の状況ですから、一段目の途中で爆発が起きて、一段目の残りと二段目くっついたものを組み込んで、それでこういうふうに落ちれば二段目に火がついたらここに行きますけど、こう落ちたらしいですね。こう、それでみんな時間が秒読みがずっと続いてる、秒読みになってる。このシーンをですね、高木昇先生が遠くから見てて、ああ実験場全滅だと、何人死んだかなって思ってたら、騒ぎが静まった後、秒読みの声が聞こえて、210人、213つって、あ、一人は生きてるっていう高木先生の素朴な感想ですね。要するに全員は生きてたんですけど、あの後ろの、あのそれでこうしたために目覚めの日の時間になったら、ゴーって音が聞こえて、こうやってみんな見たら、こっち向かって飛んできたんですね。それで頭上を越えて、後ろの農家の畑に突き刺さった。それで、まあ、秋田県が出ていけっていう。で、うちの裏に、だけに決まったと。それは、あの、先駆け新聞、秋田先駆け新聞っていうのは、橋本さんとかの、あの、記者が、非常に、いい写真。いい写真。それを松尾先生が見てたんですよ。綺麗なもんだなと思って。で、自己調査の人、高木昇先生って、懐かしい顔がいいですか。まあ、それは知ったことじゃないですねそれで何かをやりたいと思う、それから条件がダメなら一生懸命工夫しなさいと、で絶対やるっていうあのその意思がですね、めげないんですよね。
それは早尾さんの川口君を彷彿とさせる、絶対負けない。最後でも4つエンジン、4エンジンがダメだった時、川口君もさすがに弱気の発言をしましたけど、まあ最初ないですよね、何回も何回も絶望しながら、まあ、めげなかったというのは大変こう、まあ、見てますけど、まあ、伊藤先生のその知恵意志っていうのは、あの誰が見てもすごかったという感じがします。それでうちの裏が登場するわけですが、全国これあの、実は簡単に決まったわけじゃなくて、ずっとこう、全国暗記をして、太平洋だけ、襟裳岬から始まって、あの茨城県に決まりかけてたんですけども、実は、漁業の反対にあって、漁業問題を起きないところに行こうと言って、南にずっと行ったんですね。それでうちの裏に、さっきの大河島にも言ってますけど、でうちのような気がして、漁業問題が起きたわけですよね。それはでもまあ、宇宙科学の、宇宙圏のせいで出てきた問題じゃないので、まあ、伊藤先生のせいでもないですけど、これは、1957年から40代ですね、伊藤先生は。伊能忠敬が命じられたのは66歳ですから、伊能忠敬の方が初めて大変だったんでしょうけど、まあ、かなりこれは頑張って探して、結局うちの裏にそれが決まったと。こういう、あの、お母さん方がもううちの裏を整地するときに、おめでとうだって。とりわけ女性の前ではいい顔するんですけど、ものすごく使う人、新聞記者とか、そういう人たちのカメラが向いた感じに、ニコーってこう、どうしてあんなにこう、すぐに変わられるのか不思議な人でしょうがないですけどね。そういうこともできた人です。それでうちの裏を、あの、まあ、第一のように建設して、やっぱおまんじゅうがこう、伏せたような、めちゃめちゃこう、山がちの地形ですから、そんなところに実験場を作るっていうのは、これも作りたいと思ったらもう我慢できないから作ったんですけどね。国会議員の人をうまくたぶらかすっていうのを、ね、上手にたぶらかしたと思うんですけど。で、萱野先生、当時の東大総長を加えて任命して、それで OT っていうロケットを1961年、初めてうちの方から打ったんですね。まあ、こういう人々との出会いを大切にする心っていうか、出会いを非常に大事にする。身内に対しては、あんまり温かくなかったよ、私は。いやー、その人に温かかったですよね。あの本当にあの上手にお付き合いになってたという発表します。それで、ラムダ大杉のところまでカッパーからカッパーをどんどん発掘していって、それでラムダに引き継いで1966年に1号機のラムダ 4S の1号機の打ち上げ、私は大学院の2年目でしたね。それですぐうまくいくと思ったらいかない、2号機もうまくいかない、3号機もうまくいかない、そのうち需要問題が起きて、もうややこしいことにどんどんなって、これは4号機ですかね。それで5号機で初めて1機能になったという話です。これが5号機の打ち上げ、大杉というところです。それから記者会見で、田中金さん、先だって亡くなりました。伊藤先生と同い年で、あの、行った頃に、大杉じゃなくて、OT を打ち上げたときに、婦人会長さんに、ね、うちのものすごく助けていただいたで、一つはやっぱりチームの伝統というのが、みんなが分け隔てなく心を一つにしていくっていうチームワークっていうのは、小さなロケットからずっと育ってきたっていう歴史がやっぱり生きてるんだと思うんですが、それが、まあ、かなり長い時間、宇宙科学研究所の伝統になってきたと思います。これから先にこれを守っていくっていうのは、どれぐらい難しいかっていうのは、なんとなく分かるんですけど、やっぱりそれはどこかに必ず生きてないと、ロケットのチームとか衛星のチームにとっては本当に大事なことですね。これは、二十数人なのに、班の数が十いくつあるんですよ。
二人の班っていうのが少ししかなくて、一人が班長であり班員なんですね。糸川先生が面白いのは10年後を考えると、一つ一つの一人一人のやってる仕事が全部班になっている。だからあんたは班長だって言われると、班っていうことになって、要するにこうチーム作りっていうのを初めからも考えてやってたっていうことでしょうね。その辺の先見の明はありますので、みんなだからチームワークということを非常にしっかりと考えて、でメーカーの人でも研究所の人でも全く枠が隔てない。だから会議をやっていい意見が出れば、メーカーの人が言った意見と研究所の人が言った意見が全くそれぞれ同じチーム同士だという、そういう考え方ですね。これはでもうちに限らない、どんなものでも必ずこうでなければいけないだと思います。それからラムダの後はミューロケットの時代でありました。まあ一世を風靡したのは白鳥という1979年に打ち上げられたものですね。それから火の鳥とか、この火の鳥は手塚治虫さんの火の鳥の大ブームの時代に年に打ち上げたので、太陽観測衛星の火の鳥、その時火の鳥、火の鳥っていうのは固有名詞ではないのにどうも気が引けるわけですよ。あんなに漫画が売れてると名前付けたから断らなきゃまずいんじゃないですか。で、東京に帰って高田馬場に行って手塚治虫さんにお会いして、実はちょっと自己承認ですけど名前を付けさせていただきました。あ、ところぞところぞ次は鉄腕アトムな格好ですか鉄腕アトムないかせいやなしょって言ってたんですけど、本当はなりそうだったんですけどね陰謀でダメなんですね。で、まあミューのロケットの歴史には陽光っていうのはやっぱり三千とかがやってるっていう感じがありますね。陽光の残した功績は非常に大きいですね。1991年に打ち上げられて、世界中に、まあ、日本の太陽観測をするっていうことを言わしめた。その伝統は今の日の出にも受け継がれてますけども、X 線天文学と、それからオーロラなんかをやってくるその宇宙プラズマ物理学っていうのは、もう2つの柱で日本をずっと支えてきたんですけども、途中ハレー彗星を挟んで太陽がこれで出してきて、そうやって分野がだん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 広がっていったということがありました。ただこの太陽物理学は X 線、特に南 X 線の観測が非常に素晴らしくて、日本の得意技を90年代に増やすきっかけになったんですね。90年代はアスカという衛星の開発成功しました。で、この間を総括してみると、日本はどんどんお金持ちの国になっていきました。で、私たちは予算を取るためにものすごく苦労したってことはないんですね。日本が右肩上がりでいった時代に、もう宇宙開発もその象徴のように蜜月でずっと伸びていったので、私たちはもう専念していけばよかった。現場としては幸せな時代だったんです。でもいつも宇宙科学にはちょっとだけ足りない金が来るんですよね。だから年度末になるとあと1億円あったらなとかいう話になるんです。大体100億になったのは1981年ですかね。それぐらいで、それからいつも1億円とかそれぐらいの金が足りない。で、宇宙開発事業団はものすごく大きなお金、それはでも宇宙開発業団もやっぱり足りないと言ってました。やっぱり実用衛星は金がかかるって言ってました。でもその額が10倍ぐらい違うので、JAXA になった時に山内理事長が JR から来られたら、初代の理事長が来られた時に、宇宙研究はいつも1億ぐらい足りなかったんですよって言いましたら、山内さんはずっと天井を見ながらしばらく考えてたけど、1億円ですかとか言って、何を言うのかな、マンガン道路の1メートルですなはぁはぁはぁってびっくりしました。そういうセンスだった。まあ足りないんだけど、みんな世界の最高峰でなければいけない。ミッションを決めるときいろいろライバル出てきますけど、これを打ち上げれば必ず最高峰のその業績が上がるということをみんな目指して、でも贅沢な話ですよね。足りないのに最高を目指すという
だから足りないところはみんなの頭を絞る以外にないという。いや、だから早くにしても130億の探査機ですけれども、アメリカ、ヨーロッパの人が、いや、うちで打ち上げれば400億か500億だなと、どうして日本だと130億でできるのって聞かれると、早くさの人が、いや、だって金がないからって言うので、それは安くできるコツがあるからやってるわけじゃなくて、ないからそれでやる以外にないということですね。でもなければ頭を振り絞る以外にない。これはやっぱり岡先生のですね、なきゃ工夫すればいいじゃないかっていう、まあ、日本人らしいっていうか、らしいんですけども、そういうものが生きてたんだと思います。ただ、全然金が来なければ何もできないので、そういう意味では適度な貧乏っていう。適度でなきゃいけない。全く貧乏だと何もできない、宇宙は。ちょっと足りないぐらいの方が頭はしかし使うっていうことは確かに。日本21世紀に入って、例えば2050年には、まあ、2、3年前の予測では GDP8 位ぐらいになるんですか、予測では。今は8位どころじゃないと、もっと下がるでしょうけども、8位っていうと、まあ、大金持ちではないかもしれません、ひょっとしたら。でも、それは、まあ、貧乏って言葉はどうでしょう、適度にお金がないっていうことなので、そういう、まあ、文化っていうのは、結構我々はそれなりにそのそれぞれの部屋で作ってきたんじゃないのかなっていう可能性は持ってます。そのためにどういう頑張りが必要なのかっていうのは早くさん見事に見せてて意味は違います。で、1980年代の半ばにハレー彗星の探査がありました。64メートルのアンテナをウスダに作って、それから M サイエンス2型というもうほとんど新規開発のロケットを打ち上げて、それで外国の探査機に越して、6機の探査機が1986年の3月にハレーの周りに群がったんです。これとこれが日本のもので、非常に大きいけど、これは遠近法で見ていただきですね。このベガ、ソ連のベガは圧倒的に大きいです。それでこれはこのヨーロッパのジオットが500数十キロのところで、秒速60数キロですれ違いながら端っこのカメラを撮ったハレー彗星ですね。まあ、驚くべきこれは、まあ、処理も非常に時間がかかりましたけど、ハレー彗星はこんな姿をしているというのは大変感動的なものでした。その後、1990年には、飛天が打ち上がって、91年がヨーコラ、90年が飛天。で、これスイングバイっていう技術をもうとことんまでやって、これは上杉先生が、もうこれは大活躍しましたね。謙信初代であの人は17代目の当主です。当時は16代目、16代目の人がまだ大変お元気です。お父さんが17代目。先日、岡崎っていうところに私行って、それでお話ししてましたが、同じテーブルで食事してる人、隣の方がキラの長女さん。キラ、上杉謙信子供いなかったので、キラ家から養子できた。上杉君はキラの子孫なんですよね。忠臣蔵は 毎年12月14日は、自分の先祖の首を切られてないんですけど、嫌なことないんですけど、キラ長女さんと名刺を送って、キラだと思って、これは困ってたなと思ったら、宇宙と言いますと、上杉の殿様は、こちらですね、殿様いますよって、私が一休したり、上杉君いますから、いや、非常に名前付けようです。ああ、そうですか。私は十何度お会いしましたか。大変なのは、上杉君のことを言うと、恐れ多いのような、そういうものなんだなと思ってね、ずっと生きてる。で、隣に、時事通信の支局長さんがいて、その人と飯食った人は朝乗ってんのですそんな偶然があるのかと思って、朝乗さんはどちらの出身ですって、私はキラと何の関係ないその辺の朝乗ですって言って、いや急に思い出しましたけど、起点で思い出してバカだったんですが、スイングバイはこの後ジオテイルという衛星を打つのにもう非常に役立ちまして、それからハヤブサに一挙にこれは貢献しました。だからこのアンテナは申し上げるまでもないですけど、14メートルの直径のアンテナで、1989年にボイジャーが海王星に近づいたときに、ゴールドストーン、カルボニアゴールドストーンと、それからスペインのアンテナが
地球の裏側を見てて、オーストラリアの大きなアンテナとこれとだけしか追跡できないんですよ。でオーストラリアと協力しながらボイジャーをさらす海王星まで行ってもこれは使えるっていうことがその時に検証されたんですね。で1986年にこれをやって、89年にその86年のちょっと前に台風が来たんですよ。でうちの裏はもう台風銀座っていうぐらい台風がほとんど必ず来る。その時瞬間風速60メートルってものすごい台風だったんですけども、建設中だったんですね。あこれではない、ごめんなさい、うちの裏に大きなアンテナ30メートル、そういう建設中に来た時が一番建設会社の大変ほどおどおどするわけですよね。それを立派に耐えて初めて、あこれは大丈夫だって話になった。今度の津波でやっぱりその原発っていうのが、もうちょっと想定内のものが来てればまたやりようあったんでしょうけどね、一挙にあれほどの規模が来たっていうのが大変だったんですよ。まあこういった歴史を経て国際協力の舞台、国際協力はもう前からやってたんですけども、ハレーで一挙に表舞台に出ました。それから惑星間空間はもちろんこの時に初めて日本は出ました。固体燃料のロケットで地球の重力を脱出したのがこの時が世界で初めてのことなので、非常に外国からは不審の目で見られました。固体燃料で何で脱出するのっていう話です。で、エムサイエンス新潟の1号機が先駆けですね。これですね。先駆けで撃つ。で、日本からは当然見えなくなるので、見えなくなったら JPL で追いかけてくるわけです。JPL と電話がつながってまして、あ、西村俊光先生って言ったら、アメリカとの間の電話をやってたんですけど、もう疑ってるぞと。固体燃料のロケットで脱出なんかできないんじゃないの、そういう制度はないでしょ。だから何時何分何秒にそちらから そちらで捕まえられるといいんですがって言ったら、うん、まあ落ち着いて待ってるよみたいな返事が返ってきたって。それ先駆けの時は1秒しか狂わなかったですよ、ね、3段目と4段目の推力が補正し合ったんですで、ちょうどぴったりやって1秒しか食わなかった JPL が驚きの声が聞こえて、ぴったりだとかいう話ですね。日本はすごいなっていうことでしたけれども、我々はそのことは白状しませんでした。でも宇宙船のその設計というのはナスダと全然違ってたのは、一つのミッション全体としてオプティマイズするっていう思想なんですよね。まあ、それはいろんな考え方があるんですけど、1段目は1段目でぴったり作る、2段目は2段目でぴったり作るっていうふうにして、一つ一つをぴったり作ってそれを合わせるっていう考え方もあるし、こっちがダメならここで補正するっていうふうな、こう、まあ、いかにも順張りの考え方ですけど、そういう考え方でやったので、まあ、これは M サイエンス新潟は非常にの名機だったと。残念ながら7号機まで打って、8号機はエクスプレスっていう、回ってはいたみたいだけど、我々は失敗だと思ってました。で、失敗したと思ってたら、後でガーナで見つかったとかいう話だったんですけどね。まあ、それから M5 の時代に入って、これは全く同じ、ミューとは思えない。直径も 2.5 メートル、1.4 メートル、2.5 メートルになったし、ものすごく大きなロケットに見えましたね。そこのキャンパスで今実機がありますけれども、どうしてミュー、それなのにミューなのかっていうのは、ミューの次はラムダ、カッパ、ミューだから次はニューっていう N になるんですけど、 N は直接事業団もつけてたんですね。立ちはだかるようにつけてた。だから M 以上進めなかった。それでまあ、いくら太くなっても、いくら大きくなっても見るっていう、まあ、皮肉っぽくつけてたで、M5 型、1号機、2号機、3号機と、まあ、2号機はただ、ジェットコンみたいな、で、1号機で、これは、1号機は月のペネトレーターにしようか、このスペース VLBI にしようかって非常に議論があったんですけど、月にいきなり行くのはちょっと危険だと、
大変精度が必要なので、これはあのスペース VLBI っていうのは、あの打ち上げて、よいしょって遠くに行きさえすればいい。行って、軌道決定をしっかりすれば、それでスペース VLBI っていう干渉計は作れるので、こっちの方向いてるというので、これになったんですね。いろいろ激しい議論があったんですけども、それで、まあ、いろんな観測をやって、次に98年に望み、それから2000年にアストロイン打ち上げ失敗、実は1955年にフェンシルがあって、70年に大隅が打ち上がって15年だった。で、15年後に林先生の探査機を打ち上げて、また80年。で、15足すと2000年ですから、2000年はまた大事件が起きるぞと思ったら、本当に大事件が起きて打ち上げ失敗。それで、小型少し改良して、はやぶさという方向にやります。で、はやぶさ以降も、スザク、それから、明かり、日の出と、今3つの天文衛星が、乱舞してる、連舞してるって言うんですけど、乱舞じゃなくて、連舞してるということで、まあ、それぞれいろんなストーリーがありますけども、これは詳しくはちょっとどうでしょうね。で、陽光で広まった分野は、どんどん電波天文学にも行ったし、それから赤外線天文学にも行ったし、それから、まあ、惑星探査ももう一歩踏み出していったということで、どん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 分野が広がっていって、世界の第一線に立っていったんですけども、世界で一番になろうっていう発想が最初80年代にあったんですけども、はやぶさを経て今感じるのは、一番でいればいい世界ではないなと思います。一番でいることは大事なんだけど、一番でいればいいんではなくて、これはもう我々の日本の位置から言えば、世界のためにとか人類の発展のためにっていうことで真摯に貢献していく精神というのはまさに求められてて、あの宇宙ステーションなんかに対する取り組みもそうですね。世界の仲間入りをしてればもう安心するっていう時代ではなくて、やっぱりリーダーシップを取ることによって日本そのものが一般的になっていくっていう、そういうセンスで考える時代になってるんじゃないのかなと。それはあんまりそういうこと言うと怒られるんだけど、私自身はそういうふうに今感じています。今何ですか。ついてますね。じゃあ、はやぶさは皆さんもうご存じなんでいいですね。はいはいはい。これ話せば7年かかるじゃないですか。いきなり帰ってくる。速攻だわ。はやぶさの現象はでも、本当に大きな現象だったんですね。あの日本の宇宙開発の歴史上では初めてのことがいろいろ起きました。で、特にお母さんたちがこれで、このはやぶさの本体を自分に見立てて、このカプセルを自分の子供に見立てて、お腹を痛めた、自分のお腹を痛めた子供は果敢に生き抜いて、自分はバラバラになって大気中に消えていくっていう、こういう切なさっていうのは、男の人には分かりませんね、と。すいませんって。完璧なエンディングだ。ね。だから子供たちの中には、やっぱり、はやぶさのことをお兄ちゃんのように思ってる子、ずっとたくさん全国にいて、それで、ここの、特に本体が消えていく様子を、動画で見て、涙をポロポロ流している子は全国にものすごくたくさんいたんだっていうことを全部終わってみて分かりました。実感しました。で、人の死というものに直面してない子供がいっぱいいますから、そういう意味で子供たちに与えた影響は非常に大きかったと思います。これは私があちこちで喋っている飛鳥さんという手紙です。手早く読みますと、私はアスカと言います。アスカははやぶさ君が大好きです。アスカの夢は宇宙飛行士になってはやぶさ君と遊びたいという夢でした。だけどはやぶさ君は来年いなくなってしまうから、アスカはとっても悲しいです。だけどアスカははやぶさ君は忘れません。竹本アスカよりということで、あの、関節のホワイトボードに長い枠が貼り付けてあって、実験の人それを見て、励まされてます。こういう類のものがいっぱいきっと届いてますね。これ竹本だけが漢字で、あとはひらがなで書いて。幼稚園の年長組か、小学校1年生ぐらいかな。でも、あの、消印を
住所もはっきりしなくて幻の飛鳥社とか呼ばれてこれ6月13日に帰ってきて、これは一昨年の暮れに来たと思うんですね。あの6月13日に早朝帰ってきて、7月11日に淵の目の近くで宇宙の学校というのをやってて、終わった後片付けをしてたら、あのお母さんとお父さんと女の子と赤ちゃんが来たので、なんか質問だろうと思って、何でしょうかって言ったら、お母さんが女の子を見せて、この子が飛鳥ですって言って、もうびっくりしちゃってですね。皆さんもそうだと思ったら、あの幻のなんとかっていうのが急に現れたんですよ。本当にびっくりしちゃって、バッと抱きしめて、それで話を聞いて、宇宙飛行士気になったんで、30分ぐらい話したんですけど、宇宙飛行士どうした、やっぱりなりたいって、あ、落ち着いたんだなと思ったら、そうじゃなくて、だけど条件がありますって言うんですよ。小学校2年生だったから、これ書いた時は1年生だった。小学校の1年の子に条件があるのって言われて、何って言ったら、早さんの兄弟を打ち上げてほしいって言って、その頃は2番じゃいけないんですかって言ってた頃なんで、約束はできないんだけど、頑張るねっていうことしか言いませんでした。その後、あの方は非常に反省されて、カードが1番でなきゃとかって言ってました。で、早さ2の予算は一応満額つきました。だから、その約束を果たせたような気がしますが、まだまだ道は遠いですけどね。まあ、こういう幼い共感と感動は、本当に未来を作る力になるというのを実感としてあります。それから、小学生は中学生になるための準備だけじゃないという話。これは鹿児島の方の言葉ですけど、命を加えさせる最も大切なセンスを見つける。これは、人間が、大人の人にずっと聞くとですね、あなたが人生で一番人間が変わったのはいつですかって質問をやると、かなり膨大なデータの中から平均値としては小学校5年生だと思うんですね。5年生の時に人生が一番変わった、人間が一番変わったという。つまりその頃、意味としては自分は世の中のために本当に役に立つ人間になりたいとか、あるいは人を押しのけてでも出世したいとか、大金持ちになりたい、その人の人生の貴重になるようなことっていうのは、小学校5年を平均値として大体こうその人の心に芽生えて染みついていくっていうことなので、そういう意味でその頃は毎日毎日が人生で最も大切な時期で可能性があるということなんです。だからお母さんたちといろいろ話すのに、ああ、この子は小学校6年だけど中学生になるための準備だけじゃないんですね、もっと長い目で見なきゃいけないですねっていうことをお母さんとよくしていましたら、あの碁をやる方はよくご存知の着眼対局着手処理、まあ、人生全体を眺めて一日一日打つ手は慎重にしっかりして打っていかなきゃいけないという、そういうことをあのこの言葉は、まあ、語っていると思います。飛鳥ちゃんは小学校2年生なので、5年生に向かう階段を非常に大事に今上がっている時なので、その子にとっても多分最も大切な時期である可能性があるんだと思います。逆境は私たちを結びつけるっていうのは、今我々に本当にあの当てはまることがあれ、糸川先生は87歳で亡くなったんですけども、晩年に書いた色紙にあの一番たくさん書いてたのは、人生で最も大切なものは逆境と良き友であるっていうことがですね、一番多かったです、まあ、あの人も逆境ってことが大変こう身に染みてたようですね。いろんな逆境があったんでしょう。まあ、今私たち、そういう南三陸町だった津波、もう時間がないので、自然の力の巨大さっていうのを私たちは思い知ったんだけれども、これ南三陸町の、私一度行ったことがありますけど、すごくのどかないい町だったんですけど、一瞬のうちに見るからもない感じに変化してしまいました。まあ、何百年にもわたって築いてきた私たちの生活は何だったのかということ。自然と戦って征服するというような言い方がいかにおこがましいかということも感じますけれども、上手に共生していくということ、日本人はその天才だと言われているので、そういう私たちの強みをぜひ生かしていきたいと思います。まあ、原発は少しややこしいことになっていましたけれども、これは科学の持つ意味とか技術の持つ意味というのを改めて考えさせられるような気がします。宇宙開発が持っている意味も根本から私は問い直すべきとしてて、まあ、ガガーリン50年にあたってはそういうことを世界の人たちと一緒に考えていきたいと思いますが、私たちが息をできる人たちがいっぱいいますので、物を配ってもきちんと成立してもらう、
自分が被災者でありながら人のことを一生懸命思いやっていく人々の世界から絶賛されている日本人の精神的な高さですね。もちろんかっぱらいも起きてるし詐欺もいっぱい起きてるっていうのが噂であるんですが、平均値としては非常に高いところにあるということは自信を持って言えるんじゃないかなと思います。あれ以来全国でいろいろ子どもたちと話すと、お父さんやお母さんとテレビを見ながら、日本中の子どもが沖縄から網走まで、東北の子どものことを一生懸命思ってますよね。それから日本のことを随分と考えています。これは戦後なかったことで、私が小さい頃にそういう時期があったと思いますけど、当時よりも情報のネットワークが非常に我々は進んでて、沖縄にいながら東北の子どものことが非常によく分かる時代になってますね。だから最近、教授という言葉をよく耳にしますけども、私が小さい時に教授って言葉が溢れてたんですよ。私は小学校の1年の頃から知ってたと思うんですけど、この間、どっかで高校生にこの字読めるって言ったら、半分も読めませんね、みたいなことで。90年代から少し出てきてたんですけども、この教授は、自信を最近失ってきた、日本人は教授を失ってきた、そういう意味で使われてたんですけども、この大震災をその経験して、今こそ教授を生まなきゃいけないと、そういう意味で使われ始めたというふうに思います。さあ、最後、原爆が起きて、枕崎台風が来て、100年は立ち上がれないと思われた広島は非常に見事な町になりました。私たちにはそういう実績をですね、空襲の後、非常に我々は廃墟の中から立ち上がった実績があるので、日本中の人々が再び教授を示していく新しい時代が始まったというふうに思います。最後のスライドです。これはスーパームーンというのはどうですか。3月19日、月が楕円軌道なので、近地点にいるときは 14-15% 大きく見える、ね、これは北海道のやつですけど、仙台の友達がそのときちょうど幸いにもちょっと怒られますけど消えてたんです、電気が停電で。それでみんな集めてスーパーも見たそうです。ものすごく大きな綺麗な月だったという話でした。まあスーパーも見ながら、今は東北の方には海のそばで生活してた子供で、海を見るのも嫌だっていう子がいっぱいいるみたいですけど、そういうトラウマを乗り越えていくのは、やっぱり宇宙っていうのは非常に大きな力があるので、せっかくこういう課題を、ユーリーズナイトってここがないとか、今本当は昼間ですよね。しないと、宇宙の素材を使って、日本中を元気にしていくきっかけにぜひ来ていただけます。今1億の心って本当に一つになる条件が非常にあるので、これを乗り切ったときに、また日本は光り輝く、ぜひ。すみません、長い時間かかりました。これで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それではちょっと本当に短い時間になってしまうかもしれませんが、ペンシルからニューロケットまで日本の固体ロケットの経緯についてお話をいただきました。そのあたりでご質問のある方がいらっしゃいましたらば伺ってまいります。どうぞ手を挙げて元川先生に直接お話しようという方、はい、じゃあそちら赤いシャツの方です。元川先生、お話ありがとうございました。ですね、これまでの宇宙圏も含めて、サポートコマも含めてお話しいただいたわけなんですが、次の科学衛星は、こうやった科学衛星というスプリントシリーズになってですね、次のが郵便パスを使うふうになっていくと聞いています。で、そういった開発の現場にまず一つ大きな変化が現れるにあたって、それに対して期待とですね、懸念とあればお話しいただければと思うんですけど。あと1週間ぐらいかですよ。ただアストラ H だとか、ベッコロームとか、それからもっと多くのスピカとか、日本が手掛けていく大きな衛星もこれから引き続きやっていきますので、その点は一番懸念されるのは予算だと思うんですよね。予算が非常に厳しくなってくるだろうなと、特にスピカみたいなものをやったら、他のところに買いが回るのかなっていう話は。
それ以外の技術的なことはあんまり私心配してないんですけども、ただエプシロンが2013年から打ち上げられ始めて、それでスプリントシリーズを取り組みたいと思っている技術者はメーカーにも中心に大変たくさんいますので、人間の問題がマネージングきちっとできればあまり心配することないんじゃないかなと思っています。で、問題はきっと JAXA の中での重点政策だと思うんですけど、予算が増えないですよね。こういう時期になると特にこれから先減っていく可能性も高いので、これまでよりも一層こう重点化を進めていかなきゃいけない。だからその中に宇宙科学っていうものがきちっと本当の柱として位置づけられるかどうかっていうのが鍵だと思います。それはハヤブサがこれだけ成功すると大変皆さん歓迎はしてますけど、詳しく見ると被害もあるんですね。内部から見て予算のハヤブサ2っていうのをつけてもしたら、ハヤブサ2は上積みされたわけではなくて今までの予算をそのままにしてもつけるわけですから、どこかに減らされる人もいるんです。そうするとハヤブサを恨みに面白くなってきますけど、内分の種もできたという同時に、だから戦略的に国がっていうよりもやっぱり JAXA の内部が重点政策っていう戦略っていうものを作って、それを本当に納得できるような強いリーダーシップというのが大変大事だというふうに思っています。それが何を重点にするのかっていうのはいくつかありますけど、私でも宇宙科学は間違いなくその一つなんで、そこに大きな柱を一つつけてほしいという気がしますね。特にイプシロンが内の裏ですから、まあ同じように大変かもしれませんけど、種子島よりもしかするとたくさんの人に見てもらえる機会ができるかな、できるといいなと思うので、うん、そのあたりもこう、ね、外から応援する役目にはなるのかなという気がしてますね。他にもう一方ぐらい会場からいただきます。大丈夫ですか。ではネットの方から何かありましたら一つだけ私言い訳をしたいんですけど、どうぞ。この前に何ていうやつだったかな、ネットでやったのが、うん、エアロサで秋のなんとかさんとあの時ホリエモンの話をした。で、私はホリエモンが何をしているかよく知らなかったんだけども、一つだけ知ってたのが、彼が北海道に行って自分でロケットをなんか実験をやったっていうのを聞いてたんですね。それで彼が開発したらあまりうまくいかないだろうと私は思ってですね、その時の様子もよく聞いてましたので、それでホリエモンのことは気になりますかと質問されて、いや気になりませんって答えたんです。いや、ああいうやり方ではうまくいかないだろう、そのああいうやり方っていうのは私が聞いたその北海道でも彼の自分が開発しよう、まあ、趣味でやってたんですよね。そういうものを聞いてやってたんだけど、会話をその後ずっと続けてると、あ、そうじゃなくて彼がお金を出してそれに基づいて一生懸命働いてる他のエンジニアもいるんだなっていう話になって、最後の番組の最後の方で、いや堀江さんがお金を出していろいろ応援していくっていうのがいいことだと思いますがっていうふうに言ったんですが、その微妙な変化は感じ取っていただいた。堀江さんがお金を出してそれに基づいていろいろ活動している方を私は決して気にしてないと言ったわけではありませんので、この場を借りてお願いします。受け止まります。その他の質問でしょうか。検討使用書、お酒のラベルをモチーフにしたものが結構自分のファンが話題になっているもうモチーフだとお酒の中で一番気に入っているお酒に個人的には水深ですかね。ハレーの時に、ね、広島の酒水深っていう、まあ、酔い心っていうのが酔うという字を、水性の水っていう字を水深で、それは筆で私が水深と筆に書いて大変みんなにこれはどういう酒があるのかっていうのが言われてるんですね。虎の子は大変いいと思うんですよね。虎の子は三等歌 の歌から思い出して三等間の日記の虎の子だったような気がするんですけど、太陽系の起源を探るために虎の子だと。で、帰ってきてサンプルがなかったら虎の子はダメだったと思うんですけど、あったからで、その後虎の子の遺伝子像からまた
たくさんお酒を送っていただいて新しいラベルもできました。それからもう一つ、まあ、個人的なあれはソーローシーズっていうあ のがあるんですけど、そのバーモンで、それは X 線望遠鏡4つ上から見たのがぴったりこのロゴマークに出たっていう、その3つぐらいが私としては一番できればいいかなと思ってます。はい、ロケットの打ち上げのためにそれにちなんだお酒を、はい、まあ、ラベルをそれに作ってということなんですが、日本だけですかね、それと。日本だけじゃなくて宇宙圏だけですね。ただあのエプシロンも森田君にはぜひ続けてくれっていう。とても楽しい、ね、あの習慣で、あのあれのファンも、ね、今ネットから質問があってたくさんいるわけですから、ぜひね。遊びが好きなんですよね。そういうことだと思いますので、どういう時に飲むんですか、それは、そのお酒は。いろいろです。持って行ってすぐ飲まれることもありますからね。ソーローシーズの時はそうでしたよ。ソーローシーズバーボンも、もう本当にあれはいい案だと思って、それでエクセント山口の連中とか、おいいのあったよって言って、わざわざそのレッドラベルじゃなくて、ブラックラベルを買ってですね、記憶から。それで持って行ったら、これはいいとか言って、その時全部飲まれて。打ち上がってから飲むんじゃないの。ありがとうございました。マグラさんも皆さんご存知のように、日本の宇宙開発ってなかなか、まあ、時々見えにくい部分もある、その宇宙開発の顔として、メディアにもたくさんご登場いただきましたし、本もたくさんお書きいただいて、まさにその日本の宇宙開発の顔としてご活躍してこられました。現在もその宇宙教育の分野で精力的にお仕事をされています。これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。本日の最後の講演者、的川先生にどうぞ大きな拍手をお願いします。それでは以上でユーリスナイト2001相模原の講演は全て終了でございます。締め切りに実行委員長の方からまた一言お伝えしようと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。